ハウハウを出すきっかけになったのは、この GX100 初代を買ったお客さんから、パイプオルガンの 16Hz を聞きたくなったんですけどどうすんだいって言うから、それはごめんなさいって言いづらかったんで、なんとかしますって言って、密閉型のスーパーウーハー、20センチの CW200A っていうのを作ったんですけど、それがだんだん発展していきまして、 CW250B っていう 300W のアイスパワーを入れた25センチのウーハー、これ J ベルの38センチにくっつけると非常に気持ちいいです。38センチないんで、この10センチにつけて、パイプオルガンをちょっと聞いていただきたいと思います。ウーハーというともっとどんどん出てると思うんですけど、密閉なんでこのぐらいしかボリュームもね、今皆さんいっぱい入ってるんで11時ぐ普段は11時ぐらいでやるんですけど12時ぐらいですね。でやっぱりスーパーウーハーのコツって、密閉式のはなるべく目立たないように使う。じゃあこれでもう一回、密閉式のサブウーハーって結構使い道がありますので、この CW250B っていうのはボイスコイルの下にもう一つ巻き線を巻き込んであって、これは自分の位置検出をするんですね。自分の位置をこう検出しながら、要はこっちと遅れがないようにプリアンプの方で調整していきます。ですから低域の遅れもないですし、私最初に J ベルトに使っても面白いですよって言ったのは、38センチのウーハーってどうしても大きくて重いんで遅れが出るんですけど、これを使っていただくとその遅れがカバーできるんですね。ぜひぜひ最近視聴会なんかで J ベルデっていう方が多いんで、この間もとあるところで視聴会やった時にオンデコザの太鼓を鳴らしたんですけど、ちょうど太鼓を叩いてる方がいらしてまして、お客さんの中に。この皮の震え方がやっぱり本当の実際自分が叩いてる時に聞いてる太鼓の音だってお聞きしました。で先ほどシベリウスね、ちょっと失敗しちゃったんで、理想をじゃあ最後に流しながら終わりたいと思います。